旭川大町駅は北海道旭川市にかつて存在した日本国有鉄道函館本線貨物支線の貨物駅である。1977年の旭川大町駅と周囲約1キロメートル範囲。左下が近み駅方面。右上に陸上自衛隊旭川駐屯地となったかつての第7師団営地の一部が見える。師団専用線の頃は 平英地の中まで敷かれていた。中央より少し右上に上屋を持つ貨物ホームが一面、その外側の側線から助誕上の2本の陸上高下三橋へ分岐する。ホームの右側の倉庫前へ引っ込め線、駅手前の駅裏側ヤードへも引っ込め線が分岐する。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成当初この路線は1899年に日本陸軍第七師団の兵営地建設と運用のための引っ込め線として建設された。師団専用線、または師団の置かれた高須村から高須専用線と呼ばれたこの引っ込め線はその後大正年間から周囲に多くの機構場や同律林業指導所が設置されて運用よりもその木材貨物専用線としての 性格がすでに大きくなっていたが、1950年になって、市団跡地手前までの 2.9km が残されて、当駅が新設され、石炭や木材資源等の貨物支線として利用されるようになった。その後、貨物駅の北旭川駅の整備が進められていること、当駅が主に扱っていた石炭や木材の需要が減少したこと等により、 昭和53年10月2日の白紙大屋改正の貨物駅集約による削減対象となって廃止された。前日の通り、日本陸軍第7師団への引っ込め線としての役割があったが、戦後はこの兵営地を占拠した GHQ が利用していた。1952年7月に警察予備隊旭川駐屯地となる。 以前の昭和25年には敷地内への接続が切られ短縮された。その後あたり駅管理の専用線として、旭川駐屯地用に 0.1km が用意されている。昭和40年代には旭川駐屯地向け専用線の利用がなくなり、2カ所の木工所用にいずれも 0.1km の専用線が用意されている。 国土地理院地図空中写真閲覧サービス1948年撮影航空写真 USA R264 から40左上に地下文駅。写真右側に見える長方形の広い敷地が元第7師団の平営地で敷地内を境界に沿って専用船が反周している。ありがとうございます。